チタワー蔵を越え張る寮101号室触れることのなかった触れたくなかったね、パスの勝利蔵尾くんの良さが一番出てる鬼畜だわ進歩したと思うよ、うん、管理人さんただいま101号室の市川太一です。管理人さんただいま同じく101号室の浦尾武弘です。この番組は声神様に導かれこの寮の管理人となった皆さんと僕たち2人が寮の再建を目指していくとともに僕ら自身が羽ばたくことも目指していく、うん、はい、羽ばたき実現バラエティ番組です。それでは声春寮101号室スタートでーす。ムーベストエチュード振り返りスペシャル。今回はね、今まで、あまり、本編では触れてこなかったエチュード触れることのなかったエチュード触れたくなかったね、うん、触れてはいけないあのエチュードを振り返っていこうという、はい、やっぱ僕らはこれをちゃんと見て現実を受け止めなきゃいけない。そうか、今後のためにね、19話から始めているので、はい、もうかれこれ5ヶ月。そんなに我々エチュード歴5ヶ月。そんなやってる。やってますずっとさまよってんだね。じゃあずーっとふわふわしてる。あ、というわけでまずは管理人の皆さんが選んでくださった、はい、これまでのベストエチュードを改めて発表していきます、うん、はい、11月配信分のベストエチュードは、はい、第21話、21話幼稚園の先生と武士たけしね、そうそう、たけしになっちゃったね、たけしです、はい、12月配信分のベストエチュードは、うん、23話天才赤ちゃん熱血教師でした、はい、1月配信分のベストエチュードがどこぞしに行く青年とスーパースター。 あれね、はいはいはい、覚えてますよ、はい、投票いつもありがとうございます、ね、本当にね、ありがとうございますよ本当にありがとうございます本当にね、はい、今度は俺たちのベストエチュードを、俺たちが自分たちで選んだやつを発表していきたいんですけど、はいはい、俺はですね、うん、なんと、はい、1月のベストエチュードと同じ、はい、どこぞしに行く青年スーパースターを選ばせていただきました。なるほどね。そのエチュード見てる。あ、これを見るのね。これ一回見る。見たくないよね。まあまあ、皆さんも一緒に見る感じですかね。そうだね。じゃあ、はい。片方がガッツポーズして終わるやつか。僕はスーパースター。僕を取ると無敵になるよ。そっちのスーパースターなの。これなんでこっちにしたの？これこの時俺今自分天才だと思ってるから。僕はこれから。あ、思いついちゃった。そうそうそう。欲しい。スーパースターじゃんみたいな。僕を取って取るんだ。ティン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 。あとは太一に任せようと思う。ここ。留学行っちゃうから。あとの流れを。何も考えてないこれ。何も考えてない。何やっても成功するよ。適当なこと言ってるから。ごめん。最後に。アメリカに行く前に言わせてくれ。うるさいな。目が死んでるなと。時間切れです。ガッツポーズさせてよ。くそ。こういうこともあるよね。はい。まあなんで選んだかって、はい、理由はやっぱ発想の勝利。うん、確かにその発想力はすごいなって思った、うん、ただすごい困った。そうだよね、うん、だって最初もうそのスーパースターで行くって決めた5秒後ぐらいにもうあと全部太一に任せてあとの55秒間はやってる風だからだけだもんね続いてね、はい、僕の市川、僕の市川僕の市川的、ベストエチュード、11月配信分の、はい、ベストエチュードにも選ばれました、はい、第21話幼稚園の先生とたけしです、うん、はい、はい、じゃあ見てご覧ください。どうぞ。先生、先生、どうしたの、たけし君。これ、どっちもたけしとして入ったもん。え、うん、いや、僕はたけしと思ってない。どっちもたけし君って言ってたよ。ああ、そういうことね。たけしで認識やってるよ。俺も武士やる気ないじゃん。もう武士から。そうそう。てんてーって言ってたもん。武士はてんてーって言わないの。え、どうしたの、たけし
そう急にねだって残り30秒残ってるのに俺死んで、あと任せてる、ね、そう急にあの頸動脈切り出したからマジでびっくりしたね。これやっていいの残り10秒とか、うん、ほらこれは本当の気持ちでしょ。そうそうそう、じゃあ一緒に頑張ろう。物語じゃないから、たけし君、たけし君、しかもやられ方が、たけし君みたいな衛生兵衛生兵の方、衛生兵好きだった、たけし君が困ってるよ、ちょっと手探してくるか。おもむろに背中を向けて逃げるようにして面白い、とにかくフレームアウトしたいっていう。なぜこれを選ばれたんですか。浦尾くんの良さが一番出てる。優しいかよ、うん、エチュードだったかなと思った、うん、ということでここまでねベストエチュードを選んでいったんですけど、はい、今度は逆に、うん、このエチュードは悔しい、もう一回やらせてほしいっていう、うん、もう一回やらせてほしいやつなんかある。正直言ってないないよね。ないですよ。この企画鬼だよマジで。鬼だよ本当に本当に。でも出せって言うから出したよ、うん、そうそう。まず俺が選んだのは、浦尾くんが選んだのがこれはね、あの第1回に本当に一番最初にやったやつ、アイドルとコンビニ店員、これも 見なきゃいけないんだって。いやもうこれ見たくないよ。見ましょう、うん、おかしいもんな、もう入りまたエプロンしてんだよね。本当だ、一番最初だからさ、はい、2回目だったかな、さっきのは。タバコ吸いたいんですけど。急にタバコとか言っちゃうアイドルって言ってんのに、そうそう、急にタバコとか言うから、これは多分なんかその、うん、アンチテーゼみたいなね、俺の中での、ね、風刺みたいな、そうそう、なんかそんな綺麗なものも実は、うん、こう返してみると、まあ裏を返せばね、そういう一面もあってもいいんじゃないかっていう、選んでください。風刺的エチュードなんだよね、社会風刺をこう模した深いよね結構深いの、そのくせなんかあの自分を作ろうじゃん、アイドルが私みたいな、あのアイドルやっててみたいな、タバコくださいみたいな、この行動とそのね整合性が取れてない感じがそうしてね、でめちゃくちゃ粘るじゃん、レジ際で、レジ際でめちゃくちゃ粘るじゃん、ここから広がんない、そういきなりレジ来ると思わないからさ、アイドルがこんなのってないよ。俺ら1分超えたから大体セリフを言うっていう、うん、ね、あえて言うならね、やり直したかないんだよあえて言うならあえてね、うん、あの僕も、はい、あの一緒です、はい、アイドルとあのコンビニ店でいいですもう見たくねえんじゃんいいですもう、うん、どれも一緒よ、でも やりたいやり直したいやつは、ね、もう一応選んだのがあって、はい、まあ、それが、うん、一応ねベストエチュードにも選ばれてる作品で、天才赤ちゃんとね熱血教師を呼ばせていただいたんだけど、見てみますか、はい、これか、うん、はい、これベストエチュードって意外じゃん、これ無意外だった、あー悪いか、今からグラウンドで一周するぞ、これはね、あのちゃんとやってた、着手するぞ、おい熱血教師、これが、うん、やでしゅ、暴いてんじゃねえよ、やでしゅ、ダルビッシュが言ってました何人が効率悪いって一周って言ってる、じゃあ何すりゃいいんだよ、筋トレでしゅ、筋トレでしゅ、筋トレなんかじゃ、ほら筋トレお前こんな年からやってたらな、手が伸びなくなっちゃうんだよ、伸びましゅ、お前はもっとハイハイしろ、ハイハイ伸びます、ハイハイしろ、天才の波でないでしょ、うっそー、熱血はもっと熱くなれよ、運動しかできないバカでしょ、脳筋がお前だってずっと運動してんじゃねえか、これは効率のいい動きなんでしょ、いや絶対やめない、ウサギ跳びとかやるぞ、持ち上げてほしかった、ウサギ跳びは腰悪いでしょ、あ、持ち上げてほしかったのか、持ち上げてほしかった、絶対無理だ迎合しちゃってる、そう何をするんでしょう。面白いじゃん。面白い？これ本当に？意外と面白かった。本当？ちゃんと見つめたことなかったから。あ、そっか。エチュードのところになると大体俺動画2倍速にしてるからさ。向き合えないからね。向き合えないけど見なきゃいけないからさ。エチュードに向き合えないんだよ僕たち、まだ。大体30秒で終わらせてるからさあれ。これなんかね、リベンジをさ、したい企画っていうのを選んでるわけじゃん、やんなきゃいけないみたい、やば、いやこれやばいよ、いやー鬼畜だわ、どっちやりたい、
両方やりたくない。いや、そりゃそうだ。そりゃそうだ。やりたくないよ、これさ。できるもんならさ。コンビニやる？コンビニやるか。じゃあ、準備しますか。はい。リベンジ、頑張るぞ。おー。ムー。またこれを着ることになるとはな。じゃあ、行くよ。うわすいません。いらっしゃいませ。はい、私アイドルなんですけど、はい、私アイドルなんですけど、はい、知ってます？テレビに出てるか。テレビ出てないです。テレビ出てないです。あ、出てないです。出ない系アイドルなんで。はい。あ、出ない系、あ、今、あ、そういう感じの方もいらっしゃるんですね。ちょっとあそこでドライブあるんで、はい、よかったらお兄さん来てください。あ、すいません、ちょっと今まだ今日あと3時間ぐらいバイトあるんで、シフトで。タバコあります？え？タバコ置いてます。あ、はい。じゃあこちらで、銘柄はファミレスピの一番強いので。はい。来ないですか？え？来ない。いけないです。アイドルだけど。はい。はい。580です。あ、フリーがないか。こんなのってないよ。結局タバコなの。やっぱ風刺を聞かせたい。どうでした？キャラのベースは変えなかったよね。そうだね。まあちょっと進歩したと思うよ。うん。ちょっとね、よかったと思う。よかったよ。よかったよ。はい。というわけで、ベストエチュード振り返りのコーナーでした。もう二度とやりたくない。今日の配信が、3月の最後の配信というわけで、はい、今回も量が進化してます。こちらです。うん。お風呂が綺麗になりました。めちゃくちゃ綺麗になってる。うん、アヒルもね、本当だ、浮かせていて可愛い。結構気になったんだけどさ、ツイッターって低くない？え？いつもなんか湿気がすごい家みたいになっちゃう。このツイッターっていうかどう進化していくかもね、はい、この公式ツイッターやインスタグラムに載せていくので、はい、そちらもぜひチェックしてみてください。はい、以上、りょうのイラスト公開でした。ムー！声張るりょうエンディングのお時間です。番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。宛先はこの辺。番組公式ツイッターとインスタグラムも稼働中です。アカウントはツイッター、インスタグラムともに101アンダーバーウェルカムです。ぜひアカウントフォローとハッシュタグ声春をつけて感想をつぶやいてください。お願いいたします。それでは今回はこの辺でお別れです。お相手は市川太一と浦尾武弘でした。バイバーイ。おやすみなさい。まだエチュードあるんやね。何回やるんや。僕らのエチュード。このコーナーは役者力向上の一環です。エチュードとは一切台本なし、全てはブルの即興劇です。ヘトヘトだよ。はい、来ました。パティシエヒロさん、パティシエスナックのママエレーレさんです。片方がカメラに向かってウインクをする。すみません。はい、いらっしゃいませ。すみません。はい、はい、こちらにいます。あなたしかいないの？私しかいません。あ、そうなの。はい、はい、チョコレートケーキあるかしら。それでしたら、こちらの新作、ちょっとなんか甘そう。え、チョコなんで。私あんまり甘いものって食べれないの。だけどお客さんがどうしても当てに、あて、ウイスキーのあてに、あてに、あてにでした。あ、そうですね。あんまり甘いの得意じゃなくて、ビターな感じのやつが欲しいので、そしたらこちらのスルメチョコなどいかがでしょうか。あ、スルメチョコはちょっと、まあ、舐めてんのかしら、あんた。あ、チョコだけに。チョコだけに、チョコだけに。あら、おかしいこと、あら、私おかしなこと言ったかしらね。チョコレートケーキを持ってきて、ちょっとね。はい、こちらのチョコっとチョコレートケーキ。あら、やだ、ちょうどいいのがあるじゃないのよ。ダメね。なんで？家庭が良くないね。ああ、やっぱね、
結果より家庭が大事だ。そうだ、ね、常にね、家庭を大事にする男だからね。大事にしたい、やっぱね。最後めちゃめちゃ綺麗だったよ、よかった、本当に流れは。よかった、うん、よかった、俺のせいになんなくて。一番大事なのはそれなのよ、結局ね。というわけで、はい、今月もね、無事によかった終了いたしました。いい新年度を迎えられそうです、ね、はい、新年度もよろしくお願いいたします。おやすみなさい。おやすみ。チャンネル登録よろしく頼む。